シャールジャはアラブ首長国連邦を構成する首長国の一つ。シャールジャ首長国はアラブ首長国連邦を構成する首長国の一つで、ドバイの東、ペルシア湾岸にほぼ 16km、内陸部に向かって 80km 以上にわたって広がっている。加えて、東海岸にはオマーン湾と境を接するシャルジャ首長国所属の3つの飛び地、カルバ、 ホールファッカン、ディッバーがある。面積では、アラブ首長国連邦で3位、ペルシア湾とオマーアン湾にまたがる唯一の首長国である。シャールジャ首長国は2590キロ平方メートルの面積を有し、これは、島し部を除く連邦全体の面積の3.3%に相当する。人口は2008年で約80万人であったが、 外国人労働者の流入で急激に人口が増加しており、2019年で約240万人となっている。シャール・ジャッシュはドバイからは1 5トルと近く、最近ではドバイのベッドタウンとして発展しており、数々の高層ビルが建設されており、ドバイと連続した都市圏を形成している。また、 住民の多くがインドをはじめとした南アジア出身の外国人である。シャールジャ首長国内には重要なオアシス地帯がいくつかあるが、その中でも最も有名なのはザイドであり、そこでは肥沃な土壌を利用した広大な農園や果樹園が広がっている。ホール・ファッカーンはシャールジャ首長国の東海岸における主要な港となっている。 沖合のサー・アブ・ムワイル島は、シャールジャ主張国に属し、さらに、イランが保持しているアブ・ームーサー島の領有権も、主張している。シャールジャ主張国の領域内には、シャールジャ領に囲まれるようにして、オマーンの飛び治療であるマドハー州があり、さらにマドハー州の中に、シャールジャ主張国に属するアラブ主張国連邦の飛び治療のナフワがある。シャールジャは、 アラブ首長国連邦の中でも最も古くから繁栄した地域であった。18世紀、オマーン方面からイラン海岸部に移ったもののイランを追放されたアルカースイミー一族がこの地の海岸戦地区で勢力を確立し、1727年に独立を宣言した。1820年、イギリストラース・アルハイマ、ウンムアルイコールカイワイン、アジュマーン、シャールジャ、 ドバイの5つの主張国との間で平和協定が締結される。この協定は、オスマン帝国の影響をこの地から排除し、湾岸の海賊行為を防ぐ目的であった。1971年、イギリスが撤退、シャールジャは、アラブ主張国連邦への参加を決定した。現在の主張は、スルターン・ビンムハンガマド・アルカー。シャールジャ・シエール。 ビタドヘドエーエルマダムディバールヒスニエールハムリアホール、ファッカーンカルバマレーアシャールジャ市内のハーリドコやヤホール、ファッカーン港シャールジャ国際空港が諸外国との間を結ぶほか、高速道路が近隣の首長国との間を結んでいる。シャールジャは、連邦構成国中最も厳格なイスラム教国で、あり、首長国内では、一切の種類の販売が禁止され、 飲酒も禁じられている。肌の露出にも厳しく、大学などの学校も男女別になっている。開放的なドバイとは対照的な国である。ありがとうございます。